はい、日本式図講座文化史編第2回。今回のテーマは天平文化です。前回と同様、しっかりと文化区分を意識した上で、時期と特色をまず考え、そして宗教、美術、学問教育、文芸というこの4つのジャンルをしっかりと分けて覚えていきましょうね。特にこの天平文化期っていうと、律令国家の全盛期の時代ですので、国家仏教の全盛ともなっていきます。律令国家がどのように仏教を統制したのかっていうのを、これをかなり具体的に見ていかないといけません。そのあたりが非常に重要となっておりますので、そこを意識して聞いてくださいね。では、やっていきましょう。はい、それではまずは時期についてですが、8世紀中心です。特にこれは平城京の時代ということを考えると710年から784年、聖武天皇の時代を中心として考えてください。特色としては政唐文化の影響です。ちなみにこの唐という国は、これは618年から907年まで、ただし8世紀後半の安史の乱以降、唐はだんだんと衰退していきますので、唐の前世紀というと僕は8世紀の前半ぐらいじゃないかなって思っております。国際都市長安に栄えた唐文化で、非常に国際色が豊かです。この西アジアとか南アジアの方の影響も受ける。仏教というのは、多神教の宗教とは融合できるって話ありましたけれども、そうですね。例えば南アジアのインドの方のバラモン教と融合したり、西アジアのペルシャの方のゾロアスター教と融合したりするんです。その辺の具体例はまた後で見ていきましょうね。あとは国家仏教が地域社会へも浸透していきます。これは何といっても、聖武天皇の時代に国分寺や国分二寺が作られていったことが、一つ大きなきっかけにはなっているでしょうね。あとは、大宝律令によって我が国の国号が和から日本へと変わるんですよ。こうなることによってものすごく国家意識というのが高まっていきます。するとこの日本という国の由来が欲しくなってくるんですよ。まあ伝説じみた由来でも全然いいんですけれども、どうやってうちらの国が出来上がったのかっていう成り立ち、こういうものをまとめた国史だとか、あとは地名の由来なんかをまとめた地史の編纂が進んでいきますね。さあ、こうした特色を念頭に置いていただきまして、それではまずは宗教史から見ていきましょう。はい、宗教史は、国家仏教の発展期です。いいですか？前回の白鳳文化は国家仏教の始まりだったけれども、そこをもっと具体的にしていきましょう。まずこの鎮護国家思想というのは、その国の王が仏教に帰依すること。帰依するというのは、ビリーブするって意味ですね。はい、そこで鎮護国家の法営や祈祷っていうのが行われます。これは言うは安く行うは形で、こういうことをやっちゃうと、国家的には財政悪化につながりますからね。はい、寺とか作れば作るほど財政は悪くなっていく。ということで、奈良時代の終わり頃には、この財政破綻にまで追い込まれていってしまいますからね。ただ、まあこれによって国家の安泰や五穀豊穣を願うわけです。ところが、まあ奈良時代というと、やはり、737年の例の天然痘という疫病が広まる。全然祈っても意味ないやんって僕らは思うんですけれども、当時の人はやはり祈りの力が足りないんだと。もっと祈らないと疫病が広まってしまうっていうふうに、こう逆に考えてしまっているので、この鎮護国家思想にドハマりしていくっていう、こういう考え方なんだよね。さあでは、律令国家が仏教というものを統制に用いるためには、しっかりと法整備をしていく必要があるんですよね。そこで仏教統制のための項目を律令の中に入れました。これを総二令なんて言います。この総二令によると、括弧の一番、総号という役所が寺院や僧尼を統括します。で、この僧侶っていうのは基本的には、人頭税っていうのが免除されるんですよね。はい、人頭税は、青年男子を中心に課せられた税で、長とか幼とか増用を指しましたよね。こう負担が軽くなるんだったら、じゃあ自分も僧侶になりたいってみんな思うでしょ？でも、僧侶の活動を統制するためには、しっかりとこれ免許を取らないと、
正式な僧侶になれない。無免で僧侶になった場合は、指導僧って言って、これは犯罪者だと。こういうふうに扱うわけなんですよ。正式に僧侶になるには、得度っていうものを行ったものに限定します。さらには、お寺の中でしか布教はできません。お寺の外で活動するものは、聖入りとか、まあ、聖人と後に言われるようになっていくんですけれども、こういったものは、律令国家的には認めていないと思ってください。では、正式な僧侶になる、まあ、得度を得るためには、何が必要かっていうと、やはり、戒律っていうのを遵守する必要があると。はい、こうやってハードルを上げていくわけなんですよ。例えば、まあ、結婚してはいけないとか、子供を作ってはいけない、肉を食べてはいけない、酒を飲んではいけないとか、いろんな戒律があるんですが、こういうのって、きっちりとやっぱり整備していく必要があると思うんだよね。そこで、中国の唐に、こういった戒律に詳しい僧侶がいるっていうことで、遣唐使が連れて帰ってくるっていう話です。はい、唐より括弧の2番。鑑真を招くことによって、儒戒制度を整備すると。なんかこう、鑑真が戒律を伝えるっていうのは、なんかちょっとずれてる気がして、鑑真は正しい戒律を伝えるとか、儒戒制度を整備するって覚えた方が良いんじゃないでしょうか。鑑真やってくるのは753年頃なので、奈良時代の後半にやってくるイメージを持ってくださいね。で早速鑑真はやってくると、はい、日本に階段院の設置というものを進めていきます。天下三階段とか、本朝三階段と言われる階段院を3つ覚えてください。まずは大和の国の東大寺。そして、下野の国の薬師寺。最後に九州、津久市の観世音寺。この3つを覚えておいて、この正式な階段院で受戒することによって、正式な僧侶になることができると。こういう仕組みになっているわけなんです。あとは奈良時代の後半に進んでいくのが、経典についてただ単に読み上げるんではなく、しっかりと経典の中身について研究しようっていう風潮です。これ教理研究といって、研究成果によって6つの宗派に分かれていきますので、これは南都陸宗と総称されます。順番に、補宗宗、華厳宗、律宗、三論宗、常実宗、苦沙宗です。まずね、発想宗っていうと、僕たちが知ってる奈良時代の僧侶の多くが発想宗です。正解に参与した、玄宝とかね、道教とかね、これが発想宗の僧侶だと思ってください。そして、華厳宗というのは、これは、括弧の4番、東大寺の初代別当となった老弁で覚えます。ということで、東大寺は、まあ、華厳宗の寺なんだと。そして、律宗の律っていうのは、これ、戒律の律なので、この律宗の中心はって言われれば、鑑真を答えてくださいね。そして、大観大寺が大安寺になったっていう話、前回やりましたが、その、大安寺を中心とするのが、三論宗です。三論宗は、道寺という僧侶の名前を覚えておきましょう。で、この4つはこう関連事項があるんですけれども、常実宗と苦沙宗って関連事項あんまないので、もうこれは最悪消していただいてもいいかな。ほとんど問われることはないかなと思います。あとこの仏教の世界では、弱者に対して恵みを与えることによって、自分も仏から恵みを受けることができるという、この社会事業っていうものを重視する考え方があるんですよね。なぜ弱者を助けるのかっていうのをもう少し合理的に考えると、弱い人たちっていうのは、助けてもらったらありがとうございますって言って、で、彼らのこう気持ちを引きつけることができるじゃないですか。布施を通じてね、社会事業を通じて、民間布教を広めていこうという、こういう狙いがあるわけなんです。代表的な人物は、括弧の5番、河内の国を中心として活動した行基です。彼は、灌漑施設や橋、道路など、を整備することによって、民衆たちが生活しやすいような環境を整えていく。要は、インフラを整備していくわけなんです。ただ当初、行基というのは、正式な得度を得ていない指導僧だったみたいなんですけれども、聖武天皇の皇后となった、藤原の光明氏、光明皇后って言ったじゃないですか。どうやら彼女の保護を得ることに成功したみたいなんですよね。ちょうど光明が皇后になったあたりから、行基は手厚い保護を受けるようになっていって、で最終的には大仏造立にも協力し、
大僧正というかなりこう高い地位を得ることにも成功しました。その光明皇后も、行基との関係性から非常にこう社会事業に力を入れた女性で、737年の疫病によって親を失ってしまった子供たちを育成する秘伝院、さらには医療施設である施薬院などを設置していきました。さあ、そして、仏教以外にも神義信仰というのも同時並行でこう信仰されているわけなんですけれども、その仏教と神義信仰との関係性っていうものをやはり理論的に説明しないといけないわけなんです。そこでこの奈良時代には、括弧の6番、神仏習合という考え方がようやく成立していきます。8世紀の後半頃でしょうか。神々は仏教を守る護法善神であると。仏さんっていうのはいろんな国の神様によって守られてるっていう考え方があるんですよね。例えば、ゾロアスター教というペルシャの宗教があるんです。まあ、現在のイランですね。そのゾロアスター教の神様であるアフラマズダっていうのがアシュラですよね。アシュラっていうのも、これも仏を守るボディーガードの一つなんですよ。そういう感じで自分たちの国の日本の神様も解釈していくっていうことで、だから両方とも信仰してもいいんだよっていう説明をしていくんですよね。神社の境内の中にお寺が作られる神宮寺だとか、さらには神様の前で経典を読み上げる神前読経などが行われました。では続いて美術に入っていきましょう。建築彫刻、工芸、絵画のリズムでした。やはりこれもね、飛鳥白鳳記と比べると覚える歴史用語が非常に多くなっておりますので覚悟してくださいね。まず法隆寺といえば、もともと飛鳥文化期に作られ、白鳳文化期には法隆寺金銅壁画などが描かれましたが、この天平記には法隆寺夢殿や伝法堂という新しい建物が作られます。特にこの夢殿の出題率が高くって、八角形の建造物という、こういう問われ方をした時には夢殿を答えるようにしてください。で、東大寺も、社会科見学とかで行く時には、盧舎那仏を祀った大仏殿に行くことが多いと思うんですが、それ以外にも、東大寺の東の方に法華堂という建物があって、この法華堂こそが建築当時のものなんだよね。非常に価値があるんです。また、東大寺の南大門ではなく、東大寺の北西部にある手貝門という門が、これまた建築当時のものだと言われております。で、さらには、現在は宮内庁が管轄はしているんですけれども、聖武天皇の遺品を光明皇后が集めて、で、宝物庫のようなものを作ったんだよね。これが括弧の7番、正倉院です。正倉院は、校倉造りという独自の建築様式を持っております。断面が三角形の木材を、横にこうやってね、かませることによってこう作っていくってイメージですかね。縦の柱を使わず、横の柱でこう作っていくような、こういう技法となっております。あとは、来日した鑑真が作ったお寺は唐招提寺なんですけれども、唐招提寺の金堂や講堂っていうのは、平城宮の長宗殿を移転したものであると、という内容を覚えるようにしてください。では続いて彫刻に入っていきましょう。これもね、彫刻、技法に注目してくださいね。まず技法3つありまして、金銅像、これは、括弧の8番、盧舎那仏です。大仏造立の詔によって、当初、信楽宮に作られ始めたんですけれども、ここが地震なんかで倒壊すると、最終的には752年に、東大寺に完成したもので、完成したのは、10年ごと。作り始めた時期と完成の時期がずれるというのがポイントです。で、括弧の9番が、これ、乾漆像と言います。これはね、下のこの塑像と対比的に捉えてください。まず簡単な方が塑像なんですけれども、塑像は粘土で固めて作ったものだって覚えておきましょう。木をね、芯にしてね、この木に縄をぐーって巻きつけていって、もうこれが仏像の中心なんですよ。もうこう、荒土を塗っていって、まあ、要は粘土を塗っていって、仏像をかたどる。これ塑像ね。乾漆像は、この、パペットね、操り人形みたいなものを、まあ、木で作って、で、そこに布を巻いていって、漆を塗ってコーティングする。結構、こう、
手間暇がかかる方だと思ってください。ということで、こちらの観世像が主役クラスって言って覚えましょうか。はい、東大寺法華堂の、主役である不空賢尺観音像はこの観世像の仲間。一方で、東大寺法華堂のこの質金剛心像というのが、これが、祖像の仲間だと。こうやって対比的に、覚えようとしたら頭に残りやすいと思います。あとは、興福寺の、括弧の10番、阿修羅像。頭が3つあって、そして腕が6本あるやつですよね。あとは、東照大寺は鑑真がもう仏像になっちゃいました。鑑真和上像。このあたり、図版資料でチェックしてみましょう。で、皆さん、こちらをご覧ください。まず左上、不空賢尺観音像。両サイドには日光月光菩薩像もありますよ。真ん中の不空賢尺だけが観世像で、両サイドは、これは祖像となりますからね。そして、興福寺の阿修羅像だ。腕が6本あるぞ。これも観世像ですからね。この2つ対比的に捉えましたか？大丈夫ですか？それでは美術ですが、建築彫刻工芸絵画続きを見ていきましょう。工芸品といえば、なんといっても正倉院の宝物庫にたくさん残されております。中でも図版資料でめちゃくちゃよく出題されるのが、この螺鈿紫檀五弦の琵琶ってやつですね。欠かされはしませんので安心してください。この紫檀っていうのが、インド産の木材のことかな。琵琶にね、ラクダの絵が描かれてるんですよ。ラクダなんて言ったら西アジアの影響をバリバリ受けてますよね。このペルシャの風俗が描かれているものだと思ってくださいね。続いて、絵画と装飾鏡ですかね。絵画は女性の絵画作品を2つ覚えます。まず1つ目は正倉院の宝物庫の1つになっているんですが、長毛龍女屏風っていう美人画です。これ中国のトゥルファンというところで見つかった樹下美人図と非常に酷似している。似ているものですので、まあもちろんその影響を受けたものだろうと。一方で薬師寺の吉祥天像の方なんですが、この吉祥天というのはバラモン教の女神ですので、これまた南アジアの影響を受けているわけですね。非常にこの天平文化期の作品、美術作品というのは国際色豊かですよね。あとは絵巻物っていうのが陰性期文化以降に登場するんですが、その源流となるものはすでにこの天平文化期にはあったんだ。これが過去現在へ因果経というものです。経典に挿絵が施されているものだと思ってください。では美術はここまでで、続いて、文芸先行ってみましょうか。これも一番最初に文化の特色のところで言いましたけれども、和から日本へと国語が変わって国家意識が高まってくるっていうところが、まず大きく関わっております。なもんで、国史、地史あたりから行ってみましょうか。はい、国史の方は、古事記と日本書紀が完成したのがこの時期なんでしょうか。さあ、この、古事記とか日本書紀っていうのは、もともとこの大和政権に伝わる、定期や旧事っていうものが、これが母体とはなっているんですけれども、ちょっともう真実味がないものだったので、天武天皇の命令で、比叡田の阿礼という人が、そういった、定期や旧事の検討作業っていうのをずっとこう続けるんですよね。で、最終的には、比叡田のあれが歴史を暗唱したものを、大野安丸という人が筆録するというような形で仕上げていった方が、これが古事記です。一方、日本書紀の方は、立国史の最初になるんですけれども、舎人親王らが編纂しました。漢文体で書かれており、編年体なんで、まあ、時代順に歴史が書かれております。で、一体、いつの時代の歴史が書かれているのかがめちゃくちゃ出ますので、横にメモしておきましょう。神話からスタートして、持統天皇の時代、すなわち7世紀末までの内容が収録されております。同様に、地名の由来だとか、各地の特産物などの地理的なものをまとめたのが、括弧の15番、不土記。これは各国の不土記が作られましたが、現存するのは5カ国のものだけで、日立、出雲、播磨、豊後、肥前です。これ旧国名でわざと書いておりますので、現在の国名に直せない方、きちりと調べておくようにしてくださいね。これ以外だと、白鳳文化期にすでに和歌や漢詩というのがオーラルで歌われていましたよね。
でもこの律令国家っていうのは基本的には文書行政を行うような政治方針ですので、やっとこう文字が広まっていくんですよ。漢文を中心とした文字がね、広まっていく中で、この和歌や漢詩というものも、こう次第に書き留められるようになっていきました。で、最古の和歌集と言われるのが、奈良時代の後半に完成した万葉集です。約4500もの歌が収録されておりますが、漢字の音訓を組み合わせた万葉仮名という仮名で歌が書かれております。で、漢詩の方は、近江の三船という、この天平時代を代表する文化人が編纂したとされる開封草を覚えておきましょう。以上、文芸はここまでですね。では最後に学問教育についてなんですけれども、この律令国家の時代、政治の運営に携わるのは貴族たちです。5以上の位を持つ貴族たちっていうのは、一族の子供たちをしっかりと大学に通わせることによって、貴族としての素養を身につけさせるわけなんです。もはや家柄だけで政治をやるんではなく、家柄に加えて能力というものも必要とされる。これが律令国家の官僚制となりますからね。そこで括弧の16番。大学には貴族の子弟が通いますので、これは平城京、都に作られるのが大学だ。例えば法律、名簿道を学んだり、歴史、紀伝道を学んだりしました。一方、地方豪族は律令国家においては、軍事という、この官職を世襲していきましたよね。その軍事の子弟に通わせようとしたものが国学ですが、これはまあ地方に作られますので、果たしてどこまで国学っていうものが置かれたのかっていうのは、ちょっとよくわからない部分はあります。で、最後に、近江の三船と並び立つ、文化人である磯の守の館が、自分の邸宅を寺として様々な書物を所蔵しましたが、この邸宅は雲邸と呼ばれました。雲邸の雲っていう字をちょっと旧字体で書くならば、こう書く場合があるんですけれどもね。まあ、念のためにこうやってちょっと旧字体で覚えておくようにしましょうかね。はい。ということで、飛鳥白鳳と比べたら、ちょっとこうボリュームが増えてきたと思うんですけれども、この天平文化において、国家仏教の全盛をまとめました。それでは今回のテーマはここまでです。